2009年パルマノバ爆弾事件は2009年7月30日にスペインマヨルカ島にあるグアルディアシビルの弊社の外側で吸着地雷が爆発したテロ事件。この爆弾は警察車両の下部に設置されており爆発によって治安警察の警官二人が死亡した。さらにこの弊社近くで治安警察が使用する車の下部から第二の爆弾が発見されたが 警察が安全を確認した上で爆破された。8月9日には、バスク地方分離独立主義組織、バスク祖国と自由が7月30日の攻撃について反抗声明を出した。この声明と同日には、バレアレス諸島州の州都であるパルマデマヨルカのレストランやショッピングセンター周辺でも4つの爆弾が爆発したが、これらの爆弾で負傷者は出なかった。 ETA によるマヨルカ島での攻撃は1995年夏にフワン・カルロス一世を殺害しようとして以来であり、2007年にフランスのカップ・ブルトンでスペイン人治安警察官二人を殺害して以来の死者を出す攻撃だった。この攻撃はスペイン国王による毎年恒例のマヨルカ島訪問の前日に、また ETA の設立50周年記念日の前日に起こった。 この爆弾事件は2006年マドリード・バラハス空港爆弾事件後初めてスペイン領土で死者が出た ETA の攻撃となった。直前の7月29日に起こったブルゴス爆弾事件の現場 ETA は2006年中頃にバスク紛争の停戦を宣言し ETA の関連政党であるバタスナ・ ETA、バスク州政府、スペイン政府の間で対話が開始された。 しかし、12月30日には ETA が2006年、マドリード・バラハス空港爆弾事件を実行して、急戦を破ったため、スペイン政府らとの和平交渉は打ち切られていた。2007年6月、ETA は正式に急戦の終了を宣言し、スペイン各地での攻撃を再開した。スペイン警察やフランス警察によって数十人のメンバーが逮捕されたが、 組織が攻撃を実行する能力を失うことはなかった。2009年5月には、バスク民族主義党の不安補正イバレチェに代わって、バスク社会党のパチロペスがバスク州首相に就任し、1979年の自治州成立後初めて、バスク民族主義者ではない首相が誕生した。6月19日、ETA はビスカヤ県ビルバオ近郊のアリゴリアが出 車の下部に設置した爆弾でエドワルド・プエリエス・がルシア警部を殺害した。7月9日にはビスカヤ県ドゥランゴにある社会労働党の支部で強力な爆弾を爆発させたが負傷者はいなかった。2009年7月末 ETA が夏のキャンペーンを準備していると報じられ、スペイン警察は組織がすでに爆弾を仕掛けたとされる番数台を捜索した。 7月29日には2009年、ブルゴス爆弾事件が起こった。カスティーリアイレオン州ブルゴス県ブルゴスの治安警察の弊社前に駐車された3 0 0ラムの爆発物を乗せたバンが爆発し、幸いにも死者は出なかったが、女性や子供を含む65人が負傷した。ETA の攻撃によって1人以上の死者が出たのは2007年以降では、 パルマロバの爆弾事件が初めてだった。2007年12月2日、フランス領バスクのアキテーヌ地域圏、ランド圏、カップブルトンで潜入捜査中の二人のスペイン人治安警察官が射殺された。バレアレス諸島州は ETA が標的とすることの少ない地域であり、ETA が迷ルカ島で殺人事件を起こしたのはこの攻撃が初めてだった。 死者が出なかった攻撃はいくつかあり、1977年8月18日には海岸沿いの遊歩道に爆弾が仕掛けられたが、不発だった。1991年7月31日にはパルマデマヨルカで2つの爆弾が爆発して2人が負傷し、その2ヶ月後にはパルマデマヨルカの中心的なビーチで自動車爆弾が爆発している。1995年夏には、 スペイン国王フアンカルロス一世を殺害しようとしたが、スペイン当局は爆発前に爆弾を解体した。組織は2005年に再びマヨルカ島でフアンカルロス一世への殺害を試みたが失敗した。マヨルカ島のカルビアはバレアレス諸島州の州都パルマでマヨルカの西隣にある自治体であり、パルマノバはカルビアの中でも特に観光地として名高い海岸である。 2009年7月30日の午後1時50分、治安警察の日産自動車製の警察車両の下部に設置された3キログラムの爆弾が爆発し、警察車両は火に包まれた。警官のカルロス・サエンスデテ・ハーダとディエゴ・サルバレ・サウンが死亡したが、一方の警官は即死であり、もう一方の警官も上級救急救命士でも蘇生には至らなかった。 二人の警官は爆弾が爆発した際には警察車両に乗車していた。この警察車両が駐車していたのは警察署、治安警察の兵舎、その他の機能を持つスペイン政府が所有する建物に面したなボイラ通りである。この地域には多くのホテルがあり、主にドイツ人やイギリス人などの外国人観光客が爆風を目撃した。この攻撃後、 当局はこの地域に別の爆弾が仕掛けられていないか捜索を開始し、治安警察はマヨルカ島にあるすべての兵舎の捜索を命じられた。この直後、最初の爆弾が爆発した地点から 1km 離れた兵舎の正面に停車していた治安警察の日産製警察車両に装着された爆弾を警察犬が発見した。この地域は封鎖され、人々は 民家やホテルから避難した。午後六時三十分、治安警察の爆弾処理班であるティダックスは、警察の制御下での爆発を実行した。爆弾は破壊された車の中に置かれており、それゆえに使用されなかった。パルマ大聖堂七月三十一日、パルマデマヨルカのパルマ大聖堂で亡くなった、警官二人の葬儀が行われ、スペイン政府のホセルイス・ロドリゲス・サパテロ首相、 アストリアスコーフェリペとその妻レティシアが参列した。その他には最大野党である国民党のマリアーノ・ラホイ党首、アルフレード・ペレスル・バルカバ内務大臣、バスク州のパチロペス首相などが参列した。大聖堂の外には少なくとも2000人が集まり、また死者の記憶に対してスペイン全土で黙祷が捧げられた。犯人がまだ党内にいる可能性を疑い、治安警察と 国家警察は、トリカゴ作戦と呼ばれる、封鎖作戦を開始した。これは、マヨルカ島の歴史の中で最大の犯人捜査だった。スペイン周辺では、2004年のマドリード列車爆破事件の時と同様の措置が取られた。島全体に検問が敷かれ、パルマデ・マヨルカ空港とすべての港湾が一時的に、封鎖された。空港は午後4時に封鎖されたが、午後5時50分に、 再開され、いくつかの便が遅延した。その後、港湾も同様に再開された。攻撃の翌日、スペイン警察は爆弾事件に参加した可能性がある ETA の6人のメンバーの写真を公開した。爆弾事件に関与している直接の証拠はないものの、警察は、いつやるマルティネスモレーの、イラチェアネスオルティスデバロン、アルベルトベラサマチャイン、オロイツグルチャがゴボルサ、 ヨアネスラ・レチア・メンディオラ、イヴァン・サエス・デ・ハウリギ・オルティゴサの6人の名前を挙げた。一方、少なくとも1600人の警官が業,業者を含めた、マヨルカ島周辺の捜索活動のために配備された。8月中頃になってもまだ捜索が続けられていた。モンクロア宮殿での記者会見で、スペイン政府のホセルイス・ロドリゲス・サパテロ首相は、 テロリスト集団の ETA による二つの爆弾事件を非難した上で、彼らは逃げられない。彼らは自由ではない。彼らは裁判から逃れられない。彼らは逮捕されるだろう。彼らは判決を受けるだろう。彼らは刑務所で過ごすだろうと述べ、彼らのメンバー全員を裁判にかけることを誓った。8月1日、フアン・カルロス一世が毎年恒例の夏季休暇のために、 マヨルカ島を訪れた際、国王は ETA による攻撃を非難し、我々は彼らを止めるために戦わねばならないと誓った。爆弾事件を世界各国の政府が非難した。ETA が7月30日の攻撃の責任を主張した8月9日、パルマでマヨルカ周辺の3軒の飲食店と1軒のショッピングセンターで計4個の爆弾が爆発した。 これらの爆弾には少量の爆薬しか入っておらず、小規模な損害を与えたが、負傷者はいなかった。この攻撃に対して、ETA は3本の予告電話を行った。地元時間で午前11時16分、ETA の代表者を名乗る人物が、カルビアの消防署に電話し、パルマデマヨルカにある3個の爆弾が爆発するだろうと、警告した。約30分後、 ETA の代表者を名乗る別の人物がバスク州ギップスコア県のタクシー会社に電話し爆弾が爆発する場所や時間などの詳細を伝えた。最後に ETA のメンバーは誤ってアンダルシア州コルドバの住民の個人的な携帯電話に電話しマヨルカ島とは無関係のこの民間人に事件の内容を伝えた。当局は犯人が それぞれの電話に矛盾を含ませ、爆弾のありかに混乱をもたらしたと報じた。コンテデサリエント通りにあるバルノ、ニカで、正午に、最初の爆弾が爆発した。当初、当局は、ガス爆発であると判断したため、この爆発は報じられなかった。午後2時25分、パルマデマヨルカの主要な砂浜の正面にあるレストラン、ラ・リゴレッタで、二つ目の爆弾が爆発した。 午後4時、別のレストラン、エンコで3つ目の爆弾が爆発した。午後6時、パルマデマヨルカの中心広場に隣接した、ショッピングモールで4つ目の爆弾が爆発した。警察は予告電話で与えられた情報から標的を特定して人々を避難させるのに失敗したが、結局一人の負傷者も出なかった。当局は即座に ETA が、 マヨルカ島に常駐組織を持っているとする可能性を否定し、警察はこの攻撃がマヨルカ島に派遣された部隊によって実行されたと見た。最初の報告書では犯人が爆弾を遠隔操作でオフに設定していたと述べられている。第2の爆弾が発見されるや、否や、警察はこの爆弾が次元装置を有していることと発表し、 ETA のメンバーは攻撃の数日前に爆弾を設置して島を離れたと推測した。しかし、マヨルカ島選出のラモン・ソシアス議員は、治安部隊は、犯人がマヨルカ島を離れておらず、島に隠れて、ほとぼりが冷めるのを待っていると見ていると述べた。8月8日の爆弾事件には、次元装置が使用されたため、アルフレード・ペレスル・バルカバ内務大臣は、犯人が攻撃前に、 マヨルカトを離れていたとする仮説が合理的であることは認めたが、大臣はいかなる可能性も排除しなかった。すべての爆弾は女子トイレに埋められており、当局は二人の女性容疑者、イツヤル・マルティネス・モレーノとイラチ・ェ・ヤネス・オルティスのどちらかによって爆弾が設置されたと見ていた。8月19日、アルベルト・マチャイン・ベラサは、フレンチ・アルプスに隣接するフランス・サボワ県、 ルコルビエスキー場で逮捕された彼は同じく ETA のメンバーアイチョルエチャブルアンドニサラソーラと一緒だった彼らは ETA の物流活動を担当しておりスペイン領で活動する ETA の組織に武器や爆発物を供給する仕事を持っていた彼らの逮捕によってフランス領内の12の小規模な隠し場所に隠した爆発物の大部分が発見された 10月11日、ヨアネス・ラレチェアは、フランスのガール県リビエールで、やはり ETA のメンバーであるユルギ・メンディヌエダ、ミンテンギと共に逮捕された。2010年1月10日、イラチェ、ヤニス・オルティスは、スペイン・ポルトガルの国境に近いスペインの町、カスティーリア・イレオン州、サモラ県、ベルミーリョデ・サジャーゴで行われていた工場的な検問に引っかかり、ポルトガルで逮捕された。 ヤニス・オルティスは、やはり ETA のメンバーであるが、こいつ、ガルシア・アリエタと共に逮捕され、ガルシア・アリエタが運転していたバンは、1 0ラムの爆発物、2丁の拳銃、1丁のライフル銃、爆弾製造用の材料を積載していた。2010年10月28日、彼女はスペインに引き渡された。ありがとうございます。